第一生命館は、かつて、東京都千代田区有楽町にあった建築物である。別唱には、第一生命ビル、第一ビル、日比谷第一生命館などがあった。日比谷堀に面して1938年に、竣工した後は、第一生命保険本社としての他郵便局、歌手ホール、女学校校舎、剣道場、警視庁仮庁舎。 連合国軍最高司令官総司令部本部などとしても利用されていた。1989年から1995年にかけて順次 DN タワー21として再開発された際、西寄り部分はその本館として改装した上維持されたが、内部の保存についてはすべての内装、設備、共用部及び一部の区体をそれぞれ取り壊し、 一切の間取りを変更した上、構造体の一部を再利用したのみに留まったため、当初の内装は先日の村を除きすべて失われている。第一生命保険会社は1921年より、同年に竣工した東京、京橋の第一総合館を本社屋としたが、それは、業用の拡大により共愛を告げるに至ったので、新社屋が建設されることになった。しかるに、 関東大震災で倒壊した当時の東京市高島地区有楽町一丁目9番地にあった警視庁跡地が民間に払い下げられていたので1931年6月会社は建設用地として4区画中 L 字型の3区画を182万円の金を持って取得した。なお、同地の4区画中1区画はすでに産業組合中央金庫に買い取られていたため 会社は土地を譲渡するよう交渉したがそれは承諾されず、1933年そこには農林中央金庫有楽町ビルが完成させられたのである。常実の意図によって会社は1932年5月社内に本館建築部を設け、同社からは今村修造取締役を部長に、外部からは河西万次、横川民助、佐藤孝一、桜井小太郎、 中条正一郎の5名に建築顧問を移植した。その設計図案は一般から募ることとし、1932年10月31日を期限に設計図案が検証募集され、審査員は5名の建築顧問並びに、矢野社長などにして審議が行われた結果、268案のうち10案が優秀賞に選出され、この10案の作者には賞金が贈られた。 この10案を参考に、1933年より、京橋の第一総合館において、建築家の渡辺人氏、第一生命の義士、永然課長であった松本予作の二社で、実施設計に着手された。会社の要求も、事情の変化に伴い、平面等も当初より案を改めること28回にも及んだ。外観においては、 設計当初皇居周りの美観地区であることから、ギリシア風の円柱が立ち並ぶ衣装も立案されたものの、結局肩柱が立ち並ぶものとなった。しかるに、その地は、かつて東京湾が湾入し、日比谷入江を形成していたところにある軟弱な地盤であった。百尺の深さまでボーリングが行われた結果、70尺以下には丈夫な岩盤があることが確認された。また、 同社は東京帝国大学地震研究所所長の石本、三潮に調査を依頼し、1932年の暮れから1934年の春まで1年半にわたる震度測定が行われた。これらによって70尺の第3基礎まで基礎を掘り下げなければ耐震の建物が建てられないという結論が得られた。さらに、 日びや堀の水が地下部分の工事中に流入する恐れがある、胸館庁指導があったため、当時としては画期的であった戦艦工法による施行が計画された。各して1934年8月22日には、地震再執行の運びとなり、工事は進捗して1937年4月19日上等式が行われ、ついに1938年11月3日、 終末式を迎えた。太平洋戦争中は陸軍により、東部軍管区司令部が置かれ、屋上に校舎法人地が設置された。終戦後は占領軍に接収され、1952年7月に返還されるまで連合国最高司令官総司令部として使用されていた。1989年12月、DN タワー21を建設する再開発のため、 本建物の東寄り部分は隣接する農林中央金庫有楽町ビルと共に、それぞれの方法で一部が外壁保存された上取り壊され、跡地には DN タワー21の高層棟が建った。1993年10月1日には本建物の西寄り部分の改装工事に着手され、1995年9月18日に完工した。 西側には片柱10本が立ち並んだ。この衣装について、渡辺人氏松本予作は、1936年4月の建築雑誌上で次のように記している。外観については、高都第一の美観地域であるから周囲に円柱を、巡らすギリシア風のものも立案したが、公費と有効面積に無駄があるので、実用本位のものとしただ、 五号に面する西側のみに十本の肩柱を立てて、美観を添えると同時に、夕日と騒音を遮ることとしその他は、壁面と窓との階調を、主としたる、鉄骨石像の極めて感銘なる外観とし、建築条例の許す範囲の最大要石のものとした。第一生命保険騒音を会社本館建築1939年9月、会社による職員教育の一環として、私立、 日比谷女学校が開設された。入学資格は小学校卒業後直ちに入社したものに限定され、修行年限は3年間、授業は勤務時間外の夜間を利用するものとして、毎日3時間ずつ午後5時半から8時半までとされた。生徒の収容人員は設備の関係上、1学年1学級とされ、1学級の定員は50名であった。学科目課程は、 高等女学校の授業科目に準じ、教職員の編成は、石坂泰蔵社長が校長となり、主事には前、東京女子高等師範学校教授藤徳次郎が、招聘された。また直接の学校経営には、総合会が当たり、下記の人々がそれぞれ学校理事、幹事及び委員を委嘱された。理事、稲宮ま吉、き矢野一郎、幹事、佐久間勝る。 院、柿沼稲次郎、同、ただ昇る翌年の入学希望者は定員の2倍に達したが、教室のスペースの関係上結局抽選をもって入学が許可された。その後戦争が過烈となり、本土空襲の激化に対応して、国民学校高等科から大学に至る、あらゆる学校は一斉に1945年4月から、無効1年間授業を停止することになったので、 登校も自然に授業を停止するのやむなきに至った。戦後1947年に学生改革により6.3世が実施されるにあたり、入学該当者が亡くなったので学校を存続する必要がなくなり、廃校となった。ありがとうございます。